じゃあまずはね、酸素乖離曲線の概要を説明します。酸素乖離曲線っていうのは、ヘモグロビンの性質を表すグラフで、横軸は O2 分圧、気体の量を誰かに伝えたいなと思った時にね、よくね圧力で、それを伝えることが多くて、まあ、O2 の多さみたいなもんです。単位はミリ H を使うことが多いけど、まあ、あんまり気にしなくていいです。あの横軸は酸素の多さ、これはちょっと 雑な例えだけど、まあ、試験管にヘモグロビン HB って書くけど、まあ、ヘモグロビンを100個入れたとして、まあ、そんな、なんていうか数えられるわけないんだけど、まあ、あの例え話でヘモグロビンを100個入れたとして、そこに酸素をプシューって吹きかける、注入していく、酸素を注入していくと、で縦軸100個中何個ぐらいが酸素をギュって、酸素とくっついたヘモグロビンになるかなっていうのを、縦軸に取ります。酸素ヘモグロビン、HBO2 って書くけど酸素ヘモグロビンの割合が縦軸パーセント、ね、生物基礎とかね、あの発展生物で、縦軸横軸、グラフを見たらね、縦軸横軸まずチェックしましょう。これはなんていうか、サイエンスの基本で、縦軸と横軸どっちかがない、グラフっていうのはそれ不正確な場合が多いから、まずはね、横軸と縦軸注意しましょう。で今回も、ちゃんと注目します。横軸は酸素の多さ、縦軸は100個中何個が100個あるヘモグロビンのうち何個が酸素と結合したかっていうのが縦軸。これちょっと大切だから書いとこうか。パーセンテージっていうのは100個中何個って意味だね。もしヘモグロビンが100個あったとしたら、100個のヘモグロビンのうち何個が酸素ヘモグロビンになってるか、でね、どんなグラフになるかっていうと、こんなグラフになります。これ S 字型って言います。なんかまっすぐの直線ではないんだね。 S 字型の曲線って言います。まあなんていうか、これもあの入試問題とかで、注意しなきゃいけないことだけど、まずはね、こういうね細かいね、あれこれ傾きいくつだろうとかね、まあ、細かいところに注目する前に、まずざっくりとした傾向をねまず理解することが、まあ、入試問題解く上でもとっても大切で、今回で言うとこれざっくり言ったら、酸素をたくさん入れたら酸素ヘモグロビンの割合が増えてるねって、それぐらいなんすよね。ざっくり見ると、まあ、それで本当にね 90% マスターしたみたいなもんで、実際酸素乖離曲線ってそれを、とってもまず言いたい。酸素が周りにいっぱいあればあるほど、酸素が周りにいっぱいあればあるほど、酸素とくっつくヘモグロビンの割合が増えていく。もうむちゃくちゃに酸素入れれば、もう100個中ほぼ100個が酸素とくっつくこともありえるかもしれないみたいな。で周りに酸素が全然なかったら、まあ、100個中何10個とか5個とかしか、酸素とくっつかないよみたいな。まあ、言われてみればめちゃめちゃ当たり前のことなんですよね。まずこれがね、まあ、本当に基本、酸素乖離曲線の意味です。で一応高校範囲超えちゃうんだけど、これなんで S 字になるかっつうと、これちょっと難しいから、飛ばしてもいいんだけど、ヘモグロビンってね、ポケットをね、酸素が入るポケット4つ持ってて、でどれか1個に酸素が入るとするじゃないですか。どれか4つあるポケットのうちどれか1個の酸素ポケットに酸素が入るとするじゃないですか。そうするとね、全体の立体構造が変わるんですよ。これタンパク質のすげえなんか すごいところで、酸素が1個のポケットに入ることがきっかけになって、残り3つのポケットの、ね、立体構造が変わるんですよ。そうすると残り3つがより酸素と結合しやすくなるんですよ。でなんていうの、酸素と結合すればするほど酸素が大好きになっていくっていう、
だから面白い性質持ってるんですヘモグロビンって。一応ね、それがこの S 字に反映されてるんですよね。あんまり酸素がないところではあんまり、酸素の親和性は低いんだけど、酸素がいっぱいあってポケットに酸素が入るようになってくると、もう一気になんていうか酸素の親和性が高まっていくっていう。だ S 字って結構面白い形なんだよ本当はね。あんまりあの高校の教科書では触れないけど、まあ、これがあの酸素乖離曲線の基本です。